はいさい、ワイドワイドワイド。はい、皆さんこんばんは。10月4日月曜日、時刻は午後7時を回りました。伊波大使の闘牛列伝のお時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化である闘牛牛尾羅線について語っていく闘牛情報番組です。パーソナリティはうるま市石川出身闘牛実況アナウンサー伊波大使がお届けしていきますよ。よろしくお願いします。そしてスタジオにはこの方もいますよ。はい、マイコだよ。皆さんこんばんは。山城舞子です。間に合いました。ギリだね。ギリギリ、はい、もう一応定番、今日の夕飯から聞いていこう。何だったの今日の夕飯？そんなに豪華じゃないんですけど、チキンナゲットとポテトサラダとご飯とマッシュルームのスープ、うん、おー、洋風やし。洋風、今日は洋風。チキンナゲットは何派なの？つけるの何派？あ、私はどっちかって言ったら、あれです、マスタード、粒マスタード。ああ、ピリッとしたの好きなんで。わかる。じゃあマックでもバーベキューよりマスタード派、うん、あ、どっちかって言ったらそっちがいい、はい、まあ、俺もそっち。え、これは合うな。意外に合いますね。俺バーベキューはよりは絶対俺もマスタード派。マスタード美味しいですよね。そう。で、健吾さんはどっち派ですか？僕ケチャップですね。あ、ケチャップ渋い。はい、アゲナと、もうアゲナ闘牛組合っていう紹介でいいですか？はい、そうですね。はい、アゲナ闘牛組合、ヒューガグループ司健吾さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ケチャップ派なんですか？マックでももうケチャップが好き。ナゲットに、はい。まあでも、お家で食べるときはでもケチャップになるよね。まあそうですね。家族はそうだったでしょ、今日。そうです。だけど、私、ケチャップと、やっぱり粒マスタードもつける。はい。どっちも行く。うまいね。うん、好きなんで。ケンゴさんは今日夕飯はまだ？まだ、今から。そうなんですか？どこで食べてます？牛小屋が多い？お家？牛小屋が多いかな。へぇ、うん、キッチンがありましたっけ？ないです。何食うんですか、牛小屋で。キッチンなくて。これ、店の名前言っていいの？あ、いいですよ、全然。吉野家とか、あの、牛丼、すき家とか。ああ。テイクアウトしてくるんですね。はい、そうですね。そっか。なんか、牛小屋によっても、完全にそこにキッチンがあって、料理作る。ああ、ありますよね。牛小屋もあれば。はい。そっか、もうテイクアウト。うん。お祝いの時はどんなしてましたっけ、ヒューガ君。一応ね、オードブル、うん。注文して。大体牛舎で。そうそうそう。あっち、運転代行に場所行って、大工来てくれますか？大工ね、2、3回来たことあるから多分大丈夫じゃないかな。ちょっと分かりにくいから。そうそう、今健吾さんたち牛増えてるんじゃないですか？減ってます。減った減った。逆に減ってます。一時期あんなに立派に改装してたじゃないですか。そう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 、みんなコロナかかって。あ、牛が牛がではない。牛が絶対勘違いされる。牛にかかるなと思った。牛いなくなった。少なくなってますよ。今5頭しかないですね。これ闘牛用？そうそうそう、全部闘牛。はい。はあ、そうですか。いや、今日来ていただいたのはもう今週日曜日です。明けな闘牛組合結成記念大闘牛大会が開催されるということで、ようやくですね。そうですね、もう4ヶ月かかりました。これ6月から決まっててカードでしょ。そう、本当は3月にする予定だったんですけど。あ、そうでしたっけ。はい、大会が多くて、うん、3月は、うん、そう、うん、6月にしようってなって。あ、そっか。どうしても3月って集中するんですよね、大会がね。そうそうそう、はい、それでもう場所取れないってなって、うん、じゃあ、まあ、前頭終わった後の6月にしようと、うん、そうそう、そう、4月はシーミーだからやらんわけよ、うん、ああ、そうですね。で、5月になると前頭が近くなるから大会組みづらい、うん、で終わった後の6月と。そっから6月から一旦緊急事態って7月に延期して、うん、で7月から8月15日にも延期してずーっとでしたね。もう大変でしたよね。え、うん、一回9月19日っていう話にもそうなって、うん、どん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 延期に延期を重ねて、やっと、はい、やっと今度の日曜日。はい、これ何が大変かというと、あのね、6月の段階で20頭分すでにファイトマネー配ってるわけよ。いや、そうなんですよ。そうなんですね、もう中止できないんですよ。できないですね。どうしてもやらないといけない。はい、これね、あの沖縄の大会ってそうなんだけど、興行主がもう大会の1週間前には配ったりすることが大体パターンとしてあるわけさ。うんうんうん、でガネコさん結構主催者は早めに配ってましたね。結構、うん、結構早かったですね。うん、だからそれで6月が中止になってるもんだから、ある意味牛主たちも焦ってたぞ。待って、もうこのファイトマネーもムンチン使ってしまったけど、今さら大会中止するから返せって言わんよやとかね。結構、うん、来てました。この20頭のうち何人かは焦ってたぞ。待って、もう酒飲んでからお金ないけど。
今さら中止されてもっていうのは、あの主催者も牛出す側も焦った。そう、そやっとですね。じゃあやっとです、ね、本当にやっとです。本当にやっとだね。いや、アゲナ闘牛組合結成記念ということで、まあ、組合長にファイティング大吉のオーナーである金子さんが組合長になって、ね、はい、で、ヒューガグループの皆さんも、アゲナ組合全員、はい、入って、はい、現在何人今、会員になってますか？会員17名って聞いてますね。あんなに、うん、多い。へぇ、でもほとんど牛持ってないですよ。牛は飼ってない。牛持ってるのはじゃあ金子さんとヒューガグループ、うん、ぐらいじゃないかな。へえ、うん、でもそれでもこういうふうに組合結成して地域盛り上げていこうという考えがいいですね。で、ね、うん、やっぱアゲナ組合を結成したからにはアゲナ闘牛場でやろうと。そう、うん、まあ、これ金子さんのこだわりでした。もう最初からアゲナでやろうって、うんうん、そうなんです、うん、金子さん出身どこですか？アゲナです。出身闘牛場の近くですよ。実家。あ、そうなの、うん、だからガネコさんまた不思議な方で、アゲナ闘牛組合になる前は北部組合になる所属だったから、そうそうそう、最初とか俺ルーツはヤンバルにあるのかなと思ったんですよ。あ、そういうわけではなく、たまたま牛預けてた人がヤンバルだったから北部組合所属だったってこと、うん、闘牛場もアゲナの近く？もう近いですよ、お家。そうなんだ、うん、はあ、すごいね。ガネコさん今日聞いてるかな？多分聞いてると思います。あ、聞いてます？はい、多分。もうね、ガネコさんに今度会わしてあげたい。どんな方ですか？俳優みたいな。いや、かっこいい。すごい。最初見たらもう声かけづらいはずよ。え、どういうこと？どういう意味でかけづらいんですかね？雰囲気、オーラが。オーラがすごいです、ね。オーラがすごい。で、そのガネコさんが、去年の11月、自分の牛、このファイティング大吉がチャンピオン取った時に、うん、涙を流すんですね。そうですよ。まさかの。まさかの。俺普通にインタビューして、ガネコさんが涙流すんですねって俺突っ込みました。いや、本当に泣きそうな顔じゃないわけよ。本当に。こわもとね、こわもとな感じ。こわもとな感じ。なるほどね。いかつい感じの。はい、が感動して涙を流すという。あれ見た時にやっぱりね、この闘牛というものの素晴らしさ、うん、大人になってもこんなに涙を流せるんだ、感動できるんだっていうところ、うん、普通じゃないですもんね。こんなこと。いや、だってあの時大吉で、ね、ずっとその牛買ってきてようやく掴んだ勝利でしたもんね。うん、そうですよね、うん、1回目はあれで失敗したのか、姫売り候補、うん、そうそう、 あれに負けて、そっからもまた立ち直らして、うん、超軽い牛なわけよ、うんうん、沖縄の軽量級って850キロ以下なんだけど、はい、で体重1ヶ月前に測るでしょ、軽量、うん、大吉いつも700キロぐらいしかないよね、700キロ、700キロちょっとぐらい、うん、で相手は840とか850ギリギリでくるわけ。結構な差ありますよね、うん、でその当日になると、うん、この800キロ台の牛は900キロぐらいまで戻してくるから、うん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 、でも大吉は普段から700ちょっとしかないわけ、当日100キロぐらいの差が生まれるわけ。すごい。でも勝つわけよ。そう、強い強い強い。健吾さんとあれ山城舞子のお父さん仁さんの牛って戦ったよね。戦ってます。あれ待ってよ、もう何年、あ、何だったかな、10年前ぐらい、10年ぐらい前かな、何だったかな、10年経ちました、10年ぐらい経ってると思う。え、ドームの、ドームでですか？ドームで、はい、ドームで冠、何の時かな、あれ、よ、これ海王になってる、イラミナ・アッソー海王、あ、海王になった後、後々、うん、そう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 、そう、山城さんのとこにいた時は冠、冠半夜だったかな、半夜かな、うん、半夜の時かな、の時に日向大力と、そう、ちょっとやってますよ。お世話になりました。いえいえ、こちらこそ、もうコテンパンにやられましたね。あ、その時日向大力が負けたんでしたっけ？負けましたね。はあ、うん、そっか、31分やってるはず。あ、そうそう、それぐらいしたよ。ね、31分、うん、長期戦だった。平成26年、26年、8年前ぐらい。ああ、そんな前、そうだね、結構前だね。
日向大陸がまだ出始めの時ぐらいでしょ。そう、2戦目、うん、3戦目かな、うん、あ、そうなんですか、4戦目かぐらいでしたね。あの当時の冠藩には結構ね名勝負やってんのよ。ダダ吉勇気とか、うん、結構長期戦ね、ね、大気将軍とか、あの矢部将軍、ああったあったあった、結構長期戦になったら絶対勝てないなっていう話してましたね。ああそうなんだ、うん、でその後にイラミナース島行って海洋、イラミナース島に行ってからもしばらく活躍してましたもんね、うん、ですよね。あの読谷の祭りのチャンピオンになったんで、祭り大会のチャンピオンなんで、すごい、今でもまだいるはずよ。まだいるはず。牛主のさくらちゃんが、うん、ね、イラミナースのさくらちゃんが、糸数さくらちゃんがものすごく可愛がってて、いや嬉しい。当時さくらちゃんが多分小学生とかじゃないかな。多分だるんじゃない。もう今高校も卒業かな。うんうん、ずーっと可愛がって。あ、嬉しい。その、うん、海洋のおかげで牛続けてるようなもんだと思う。うん、そうなんだ、うん。そうそう。うん、それ聞くと嬉しいですね。そうそう、あれは多分ずーっと面倒見るはず、うん、はい、よかったですね、うん、嬉しいですね。その後どうなってるのかなってあんま耳にすることないんで、はい、あ、そう、だから食べたようよりは全然いいでしょ。いや、そうですね、食べたようだいぶショックですからね。潰したよって言われたら。いや、まだ元気って聞いて安心しました。頑張ってますよ、本当懐かしいな。で、アゲナ闘牛大会が行われるということで、結構カードよく組みましたね。もうそうですね。ね、これ風義戦協力してもらいました。やっぱあれでしょ、みんな一番組むのが大変だったのが俺8月だったと思うわけよ、はい、そう、6月はまだギリ、あ、暑いけどまあいいか、これね、ドームだったら OK するけど、うん、アリーナ闘牛場だから断る人もいたと思う。結構いましたね、あの炎天、うん、暑いから、うん、そうそう、野外なんで、はい、6月から7月に延期した時にも、うん、これ誰か断る人いるなと思った。でさらに7月から延期になって8月15日だよって言ったから8月15日でアゲナ闘牛場大丈夫かと俺も思ったの今日。一応5時からしようっていう話も出てました。夕方。でもある意味良かったですね、10月になって。そうですね、伸びて伸びて、涼しくなってきましたからね、良かったです、うん、ですね。で、甲波流琴波とこれ甲新一刀流桃花、はい、琴波がミニ軽量級ね、徳之島元チャンピオン、はい、でこれ気になるのが、はい、甲新一刀流元の刀流ですね、はいはい、これ牛主が甲新会で全国ってなってますよ、これ何ですか。これ自分の後輩が徳之島にいる東田さんっていう方なんですけど、はいはい、うん、この方がSNS で全国から牛主、うん、一口牛主募集して、うん、で何名か集めて、でこの牛闘竜をみんなで牛主で大会出して、うん、そう、全国から SNS で呼びかけてるの見たんですよ。あ、見ました。これ何人ぐらい集まったの。結構30人ぐらいいるっていう話聞きましたけどね。じゃあこれがもし1人1万だったとしても30万集まるってことでしょ。そう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 、へ、でこの全国からやっぱり何名かは来るみたいですよ、うん、今回、うん、あ、見に来るってこと、そうそう、だこういうやり方はあれいいのかもしれないよ、うんね、今後自分で牛持つのは大変っていうのとか、うん、宇和島なんか特にやってましたもんね。そう、うん、オーナー制度、あなたもオーナーになりません。あの方も入ってるらしいですよ、国営ビデオの社長さんも。じゃあ花さん、うん、うん、入ってるみたいですよ。あ、そうなんだ、うん、マイコ、いや、もう1万円払ってくれ。私もこれ後ろにしてるぞ。後で電話番号教えますよ。私も仲間に入れてくださいって言ったから。面白い。これでこの1頭が今後勝ち続けると、はい、次からまた集まりやすくなるし。そうですよね。うん、だって牛飼うのもやっぱ大変だから。そう、一人でね、大金出すよりは。うん、で楽しみもあるさ。うん、うん、そうそう。俺でも。もしそういう制度があるんだったらなんかちょっとやってみたいしね。あ、なんか内地に行くときに、あ、はいはいはい、まあ東京は見慣れてるけど、うんうん、どっか地方の競馬とか、うんうんうん、一口なれるんだったら、うんうん、そうですよね。じゃあそのレースは馬もあるみたいですよね。あります、一口馬主みたいな、行ってみたいね。確かに、うん、面白いですね。面白い面白い。へえ、そういうのあるんだ。多分これで呼びかけて買うか、一口牛主になった人っていうのは、うん、そんなに闘牛知らない人だと思うんですよ。ですよね、うんうん、だと思う。だからこそ闘牛文化を知るきっかけにもなるはずなので。そうそう、勝ち負けにはこだわってないみたいです、このグループは、うんうんうん、
面白い。いい戦い見せてもらいたいですね。ですね。そう、勝ち負けにこだわってないところがまたいいのよ。そうそう。これね、本当に牛が好きな人たちで構成された一口牛主だったら、琴葉と組むのかっていう、まず一回喧嘩になります。そうですよね。はい、ああ、なるほどね。うん、ハムがいきなりデビュー戦であると組むかっていうので、一回喧嘩になって、二回目ないです。揉めてからね。そうそう。そう第3です。そうそう。これは揉めるパターンがあるわけよ。ある意味楽かもしれんよ。うん、そうですよね、まあ。みんなで楽しみながら組もうよっていう。うんうんそう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 癖のあるメンバーでグループ結成したらまとまらんじゃ続けていくためにはじゃあこんな感じのスタンスがいいってことですよね。そうそう試合のたびに一人ぐらい抜けていくわ青もやってられんよもう言ったんだけどやれってそんなパターンがあるけど、うんうん、面白そう。でもこれね東龍が粘り切れたらわからないですよね。うんそうですね。うんわからない、うん、なんか元チャンピオンで肩書きがついてるけど、うん東龍が簡単に負ける試合見たことないからそう体力的にもこれ琴葉がちょっと、うんうん、勝ってるんで、うんうん、攻撃しのぎり切れるかなっていう感じですよね。ですよね、うん、八重山でかな30分ぐらい喧嘩した東龍、そうそうそう夏場の大会で30分ぐらい喧嘩したのギャッチョね、うんうん、夏場でそれはすごいですね。そうあったあったもう意地があるわけよ、うん、面白いですね。こう注目で指名特番戦見ていくと湯の大力対上村花形。はい。すごいね。元中村商店というこの名前の、この牛も古いからね。ね。古いですね。元中村商店で、多分、イメージと、まだ戦ったのっていうイメージ持ってる人いるぐらいの古さだよ。出るの久しぶりです。あれ？大会は久しぶりで、なんだかん、でもあれやった、去年、YouTube 動画配信。ああ、はいはいはい。それと本当は対戦相手だったんですけど。そう、上村とがいいとね、うんはい。YouTube 動画配信でエキシビジョンマッチ引き分け試合でやって。うん、そうそうそうで、その上村とがいいという牛のデビュー戦で決まってたんだけど、上村とがいいが残念ながらちょっともういなくなってしまったので、うん、急遽上村花形。これ決定しました。うん。面白いですね。なるほど、なるほど。指名特番で花形戦いくと新堂獅子舞対天心ブルー嵐。新堂獅子舞あれでしょ、あの角がすごいの。そう、うん、なんか言ってましたね。奇跡の、あ、奇跡じゃないわ。どんな感じなんですか、写真見てみたいな。見たことない。こう向きが違う向きも違うし長さも違うし長さも違うし太さも太さも違う。もうなんでこんな角になったのっていう。そう、珍しいタイプ。珍しいですね、うんうん、なんでしょうねあれね。なんだろうね。普通なんか向きが違うとかって分かるわけよ、うん、太さ長さが違うっていうのがよく分からん特徴ありますよね。あるあるある、うん、でこれで強くなれば人気牛になるんだろうなっていう雰囲気がする。振動してしまい久しぶりですね。南部対北部の対決です。じゃあ一旦ここで一曲かけて CM 行った後にまだまだ見どころ紹介していきましょう。さあお送りする曲、今日チムグクルさんアーティストいるんですが、アゲナ闘牛場の近くに住んでるらしく、近く のアパートん、はい、あの今日夕方からライブ、アゲナ闘牛場で Facebook の動画配信で歌を歌ってたんですよ。へ、そうなんですか。今日草刈りされてましたね。あ、アゲナ闘牛場今日綺麗に草刈りされてるよ、アゲナ闘牛場、うん、もうあの役所の課長さんがその担当の、はい、自分一人でもやるよって早く言ってましたよ。え、宮城課長かな、わからない、はあ、うん、やってくれたんですか。いや、そうそう、綺麗草刈りされてました。あ、そうなんですか。マジで綺麗。昨日は行ったんだけど、はい、このままやるのかなみたいな心配してたんだけど、刈りてあったんですか。もう相当綺麗にされてましたね。あ、そうなんですね。はい、もう皆さん安心してください。中に砂巻いたのは組合で砂もちゃんと整地されてました、うん、あ、どうなんだろう。自分も全然なんか大会としてはちゃんとベストな形でできるんじゃないかなという印象ではありましたね、うんうん、はい、はい、さあ伊波大使の闘牛ですね。この後8時までの生放送です。さあこの番組は闘牛ショップ牛の島、やら闘牛ビデオ、居酒屋牛心、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、各社の提供でお送りしていきます。さあお送りする曲はチムグクル、売るまでワイド。
これカラオケにも入ってるってよ。ジョイサウンズだと。で、映像もちゃんと闘牛の、へその映像で流れるので歌皆さん覚えてください。はい。